何それ。住所入ってるからね、気をつけてね。え、何何これ。何がでかっ。うんくん、もうでかい。なんでほらでかい椅子ある必要があるの。でかい絵です。でかい絵なの。またいつもさね、いつもね、こいつでかい絵買うじゃん、貼らないでなんか置いちゃって、私がってことそこやるんだよね。ごめんね、そんなやってよ。やるよ。買って満足してんの。ねえって、それダメだから。やって、あーちゃんが重いのをよいしょってやって貼って、いいところに。ホワイトデー。いやいや、ホワイトデーです。思いついたじゃん、今思いついたじゃん。ホワイトデーです。あーちゃんに合うかなって思った絵の。ほんと？うん、ほんと？うん、嘘でしょ。ほんと。じゃあ見ればわかるよ。ほんと？これあーちゃんに、うん、あーちゃんに合わせてくれたんだなっていう絵だから、これ嘘、うん、え、嬉しい。これはなんか嬉しい。ちょっと待って、ぐちゃぐちゃ返してくる。作者の人に感謝されたもん。作者のおばさんが出てきて、ありがとうございます、うちの息子がファンで、なになに、あ、え、これ、あ、ごめん、ちょっと待って、あーちゃんにってことだよね。うん、あーちゃんに合うかなと。あーちゃんに合うかなだよね。じゃあちょっとズボッと脱がしてください。いきます。はい、楽しみ。3、2、1、ちょ。え、あーちゃん怒ってる時いつもこんな顔じゃん。なんで買っただ俺は。なんだこれは。すごいね、これ絵なんだ。これ絵なんだ。でも立体的な、なんか木をこうカカカカカカってやったやつ、絵じゃないかもね。あー、もうすごいね。あ、ほら気に入ってるじゃん。結局気に入ってるってか、すごーって感じだけだけど、え、待って待って、ホワイトデープレゼント。違う、あなたの絵です。違います、絶対に違うし、なんかこの間はさ、時計買ってたでしょ、うん、これはどんぐらいなの、お金的には。結構いってる。そんなに。まあ、まあ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 。320万。嘘でしょ。本当。嘘でしょ。うん、本当。嘘でしょ。え、だ、えって高いよ。面白くないから、320万は。ほら同じじゃん。いや、怒ってるでしょ。同じなのよ顔が。もう眉間とかモリーってここ赤くなってるから、こうモリーって赤い出てきてるから。血管が全部浮き出てきてるから。あーちゃん、え、高い。嘘。嘘。32万。めっちゃ安く感じるでしょ。うん、よかった。でもこれで32万っては、うん、なんかいいんですかって感じね。この動力で、いやでもちょうど32万ぐらい。あ、まあ確かにちょうど32万。動力的にちょうど32万かも、うん、ちょうど32万ってちょっと分かんないけど、俺が自分でこれを作って、うん、本当に動力に見合った値段をつけてくださいだったらちょうど32万じゃない。確かに。私はさ、そのうーくんって結構美術品に対するこうなんかさ、こう熱っていうのすごいあるじゃん。あーちゃんにもよくさ、美術館行こうよって言ってくるじゃん。あーちゃんはどっちかっていうと、その作られたこれを見るよりも、これは誰が作ってるのっていうところに気になるのね、うん、そこがこう大事っていうか、結局美味しいご飯屋さんも誰が店長なの、はい、この人が
そうなんだとかになるわけじゃん。ああ、その作った人が誰なのかっていうのを結構知りたいタイプなんですけど、この人 誰がこれ作ったんですか？これはね、あのおばさまでした。おばさまが作ってます。へー、でも本当出てきてくれて、 作者の人ありがとうございます。本人登場みたいな、そういうシステムがあんの？そう、あった。本人登場システム適用されて、え、作った人すごい今来てますみたいなこと？そうすごいね、いい方でしたよ、すごく。すごい、私ですって出てきたってことね。そうどうもー作者でーす。いやどうどう、ライオン作ったけどね、買っちゃった買っちゃった。じゃあ、あーちゃん飾っといて。あーちゃんにやだが重いんだって。あーちゃんにあげたからあーちゃんが飾るんだよ。もうさ、いちいちめんどくさいんだよ、あのさ、こう壁にってなる、うん、しかもね、三点ビスみたいなやつ、ね、三点ビスみたいなやつをってやらないといけないの、あれ難しいんだよ。知ってるよ、それやったことありますよ。どこに飾りたい、どこに飾りたい、これでもかっこいいね、本当に。あーちゃん、いやこれ、え、ちょっと待って、何、俺も気づいたことがあるんだけど、何、あーちゃん暴れてんなって思ったことが最近あって、なんかずっと俺結構岡崎で忙しい期間があったじゃん。うん、で久しぶりに帰ってきたらんと思ったことがあって、うん、本当にんと思った。何？こちらです。あ、そう、うん、デカピアノアウト、ショーピアノインドラムセットイン、何これ、どうですかこちら。なんだ何ですか、始まったのドラムが。できるんかい、できるやん。あ、結構できてるんじゃない。え、どこ行った。ここにあったデカピアノ、うん、あれは確かあーちゃんの、うん、なんか誕生日プレゼントだっけ、なんか、なんか結構ちゃんと祝い、うんうん、すごい記念的な品だった気がするよ。あーちゃんの、あーちゃんへの、俺がプレゼントしたっていう体の記念的な品だった気がするんだ。誕生日だったっけな誕生日だった気がする。誕生日プレゼント私いらないからうんうん、うん、お願い、家に大きいピアノを貸してって言われて、で、いやめちゃめちゃ邪魔じゃん、絶対こういうのでいいじゃんって言ったけど、あーちゃんはもう押し通したのよ、それを。うん、で仕方ないなと思ってあのデカピアノ買ったわけじゃないですか。うん、あたこれ、いやごめんごめんね、あの、いやそのこのピアノにしたかったわけじゃなくて、うん、ドラムを置きたかったのね、どっちかっていうと順番的には。ああ、はい、ドラム置きたい。でもあのピアノの大きさがあるとドラムがもうこんな感じになっちゃうのね、この部屋に対してピアノ縦一列ドラム、そうドラムの位置がもうこんな風になっちゃうからこれはいかんと思って、あの電子ピアノを売るっていう。売った、はい、売りました。コングラチュレーション的なあの品を売った。あ、高かったぞ、あれ高かったよ、あれいくらでしたっけ、80バーくらいだったっけ、え、売ったごめんなんでそもそもドラムを置きたいと思ったのかもわからない、あのピアノを差し置いてね、なんで。え、ちょっと一回叩いてみ、いいよ、で意外といいからやってみて。なんだっけ、あ、じゃあ、あ、そうそうそう、あ、いい、でもウーくんすごいね、センスある。嬉しい、かっこいい、もういるじゃん、ほら、あ、いるじゃん、楽しくなっちゃったでしょ。イエーイ、あーちゃん、いるでしょ、いるでしょ、いるでしょ、だからそう思って買っ
っときました。買っといてくれたんだ。え、プレゼント俺への。そういうこと。ありがとう。ということで、お互いにプレゼントを買い合ったということで。そうでした。はい、おめ。OK です。OK？ よかった。喜んでくれて。ありがとうね。うん、なんか。全然いいよ。すごいサプライズとして嬉しかった。私も嬉しかった、あの台本。でしょ？うん。これもうお互い様で、うん。そういうことにしよう。本当に。全然サプライズじゃないと思うけど、お互い。うん。でもあのピアノはもう本当に満期を得た。へ、満期。なんていうの？もう、うん、使い果たしたなっていう。あのピアノをここに置いてた。果たしたとかなくない？あのピアノが。でかくて邪魔だったと思ってたんでしょ？そんなことない。俺もずっと思ってたもん。思ってた。でポンスとかプクマルもすごいこれで遊んでんの最近。ああ、素晴らしい。やっぱ音楽に触れて楽器をやってっていうのはすごいね。でもいいこと。二人ともドラマーになったら嫌じゃない？すごい嫌だ俺は。二人ともドラマーは嫌だわ。さすがにちょっと一つチェロとかにするわ。うん、そうね。一人チェロとかにして一人ピアノで。ドラムで、なんか組もうとしてるな。ちょっと組みたいな。組もうとしてるよ。だったら今からおじいちゃんとおばあちゃんにもやらしといてください。エレキギター。トシコにやらしといてください。わかった。みんなでバンド組もう。よかった。喜んでくれて。わあ、ヘアガイ解決。くそー、この俺の怒りをライオンで相殺されてしまった。お互い様だったね、今日は。こうなって、パッてなったから、今日は。咲いてはないよ、花。咲いたよ。今日は喧嘩にならなかった。ん？ん？ふぅ。ってなった。咲いてはないって、花。よかったね。よかったね。はい、よかったです。じゃあ、ありがとう。じゃあ、平和ってことで、バイバーイ。